ばんは、おみやです。今日はですね、2021年に食べたポークソテーのまとめをお届けします。ではどうぞ。まず最初は鹿沼市にあります露変さんに行ってきました。お店の前に駐車場がありますが、3台ほどしか止められないので、お店の斜め向かい前にある駐車場の一部に止めていいとのことです。止めるときはお店の方に確認して止めてみてください。店内ですが、靴を脱いで上がります。店内は小上がり席、カウンター席があります。気さくなおかみさんが迎えてくれます。さつきポークを使ったポークステーキが人気のお店で、現在は夢ポークを使用しているとのことです。サラダ、小鉢、ライス、コーヒーがつくということで、まずサラダと小鉢が到着しました。いただきます。さあ、そしてやってまいりました、横綱ポークと大盛りライス、そして味噌汁先輩。タレとお肉のいい匂いが襲ってきます。肉厚ながらもナイフがスッと入ってとても柔らかいです。お肉はあっさりとしていて甘みがありますね。タレは生姜が効いた甘めのタレで、お肉と合わさりご飯が進みますね。豪快スモーパワー、エドモンド・ホンダのスーパー頭突きのようにご飯がどんどん進みます。ということで、ご飯の大盛りをおかわりしちゃいました。さあ、そして味噌汁先輩チワス。味噌汁先輩は具材の出汁が効いた味噌汁です。野菜やわかめ、油揚げが入っています。この分厚い断面、そして柔らか、チェンジザボディが合言葉、力王たけしの必殺技、無双のような破壊力のある味と見た目です。プロレスデビューの時にエドモンド井上と名付けられそうになって、なんとか拒否して免れたそうです。付け合わせのポテトやインゲンもタレと肉汁が染み込んで、脚裂張り手のごとく食欲が進みます。肉汁とタレが染み込んだご飯もたまりません。ちなみにタレは自家製で、ご飯おかわり自由と書いてありますが、ご飯は大盛り2杯までだそうです。ニンニクと生姜パワーで元気になりました。ニンニクのパンチは控えめなので、ニンニクマンジュニアになりました。食後にコーヒーをいただき完食です。ごちそうさまでした。続きまして、宇都宮市にありますレストランオックスさんに行ってきました。駐車場は店舗隣のスタジオキャラットさんの駐車場奥に3台ほど止められます。昭和49年創業の美味しくてボリュームのある人気の洋食屋さんで、平日のお昼はランチの1種類のみしかありませんので、平日のお昼に他のメニューが食べたい場合は事前に電話予約するといいです。お店は階段を上った2階にあり、店内はこのようになっています。そしてナリパンのポーク生姜焼き、生姜のいい香りが漂ってきます。いただきます。いただきます。まずナリパンの生姜焼きなんですけれども、お肉が3枚入っています。ポテトも山盛りで、生姜の香りが食欲をそそります。口の中に入れた瞬間に、お肉の柔らかさと生姜の風味の香りが口の中にいっぱいになって美味しいです。お肉の甘みと生姜の破壊力でご飯が止まりません。破壊王橋本真也のキック張りの破壊力です。肉汁と生姜焼きダレをご飯にバウンドして食べれば時は来た、それだけだ、言うことなしですね。そして分厚いお肉が3枚入ってるのも嬉しいですね。ポテトも香ばしくホクホクして止まりません。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後は塩谷町にあります大新さんに行ってきました。店内はカウンター席、テーブル席、小上がり席があります。ご飯大盛りしましたけど、ありがとうございます。足りなかったら、あ、わかりました、すいません。これ野菜はタレとマヨネーズ。あ、はい、わかりました。さあ、やってまいりました、トンテキ定食。トンテキにお野菜、魚の煮付けにモロヘイヤの小鉢、たくあんに味噌汁先輩、ご飯大盛り。いただきます、いただきます。新日本プロレスと大日本プロレス。さあ、そしてこのトンテキなんですけれども、少し甘めでとろみのあるウスターケチャップベースのこのソース、とても風味がいいです。そこにこのとろっとろのお肉、ご飯がどんどん進みます。このマヨネーズをつけたこのトンテキもご飯が進みます。
大日本プロレス田尻義弘を初めて見た時ぐらいの衝撃的な美味しさです。そして味噌汁先輩ですがチワス味噌汁先輩ですが豆腐とわかめの味噌汁でしっかりとした出汁が効いていてあっさりとした味です。そしてトンテキは七味との相性もバッチリです。ちなみに私しれっとご飯のお代わりをしちゃいました。大新さんだけに1997年の大日本プロレスと新日本プロレスの戦いを思い出すわね。そういえば大新さんの駐車場なんですけれどもお店の目の前に専用駐車場があります。剣道長崎は後藤辰俊に勝ってましたね。トンテキは上の部分がトロトロ脂のある部分で下が脂が少ない赤身の部分です。ボリューム満点でご飯のおかわりも無料で大変美味しくて大満足です。最後にこのタレにご飯をドボン。最後まで美味しくいただきました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しすぎてバタバタしちゃうわね。中巻庄司が有刺鉄線ボードに自ら受け身を繰り返してバタバタしてるのを思い出しちゃうわね。はい、といったわけで2021年に食べたポークソテーのまとめをお届けしました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますのでそちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。